コーブミカドの肖像が開会歴とは14世紀末期の明の時から18世紀初頭にかけて中国全体で出版された天文表の組であった。その表は時事の中国語版に基づくものであって開会歴は文字通りイスラームの歴天文体系を意味している。西暦1384年頃明の時にコーブミカドは 時事の中国語への翻訳と編纂を命じた。その仕事はイスラム教徒の天文学者である馬様た黒と中国の研究官である白州によってなされた。これらの表は開会歴として知られることとなったが、清志が1659年に中国イスラーム天文学の伝統を公式に見捨てたという事実にもかかわらず、18世紀初頭まで何度も 中国で出版された。海会歴に基づく朝鮮天宮義朝鮮、王朝時代初期、イスラム歴は既存の中国歴よりも優れた正確性のおかげで開歴の基礎を兼ねた。海会歴のとある朝鮮語版は15世紀の清掃を知性した朝鮮王朝下の朝鮮で研究された。朝鮮では中国イスラーム天文学の伝統が19世紀初頭まで存続した。 ありがとうございます。